こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、自然の猛威の前に人間はちっぽけだ。九州北部の大雨が各地で甚大な被害をもたらす。九州北部を線状降水帯を伴う記録的大雨が襲ったやん。その大雨により九州各地の多くの川は氾濫し、至る所で甚大な被害をもたらしたと。ミルキーブルーのところも雷と雨がバリすごかったが、今日はね、そんな九州北部を襲った記録的大雨に関するツイートばまとめたと。どれくらいすごかったのかちょっと見て。リアム、九州の雨と川の氾濫やばすぎる。感じだ、筑後川氾濫マジで、ググったら久留米夢タウン前、これマジ。リー、室見川大ごと。チーバ、高速通行止め。下道は川が氾濫しているので道も橋も通行止め。下から帰れなくなった草。筑後川の南側が降ると筑後川の水位が問題になるけど、今回や前回のように筑後川の北側に雨が降ると筑後川の水位関係なく山津波や氾濫が襲ってくる。イタチ、秘宝おごりイオン3度目の水没。ラプタマン81、西鉄バス、冠水だ、構わん突っ込め。ちなみにこれがミルキーブルーの実家の横の川の状況。これでもごく一部やけんね。ツイッター上にはこの数倍もの動画や画像が上がってると。やっぱりこれだけ大雨が降ると怖いよね。特に線状降水帯を伴う雨、やばすぎる。自然の猛威ってマジで恐ろしいし、自然の猛威の前では人間はちっぽけだなぁとつくづく思ったが、でもさ、これから台風シーズンになればこのような線状降水帯を伴う大雨は全国各地で発生すると予想されるやん。今回の九州北部の大雨でも土砂崩れや川の氾濫などで福岡佐賀両県で4人が死亡、佐賀大分両県で3人が安否不明やけんね。亡くなった方々のご冥福を祈るとともに、みんなもいつこのような大雨が降るかわからんけん、めっちゃ気をつけないかんよ。特に川の近くや山のふもとに住んでる方は、大雨が降った時は避難も視野に入れ、命を守る行動をとってね。
線状降水帯を伴う雨、マジで舐めたらあかん。では、ご視聴ありがとうございました。それでは。